さて、いよいよここトロイ包囲作戦やっていきましょうか。これは今は両方とも高速移動やってたんで、それを解いて宣戦布告、トロイへの宣戦布告、そしてそれによって、ああそっかそっか、周りも戦いにやってくるのか。多分この辺りアイネイアースだと思うんだけれども、あともう一個も多分ここ誰だろうな、まあこっち側サルペイドンかな、そこも戦いに参加することになる。まあしょうがないよね、これはまずもうトロイ取ってしまいましょう。Cut them down. 包囲戦、これあれ一人なんかボケとしてんね。Attack! Master of the bow. 寄り切れてなかった。Kill them all. で、このトロイはどうなんだろうな。あ、しかもこれオート戦闘できない、ひょっとして互角だと思うけど、バランスはパワーの。あ、そしてこれは強い兵かばかりだぞ、敵もう1部隊ぐらい必要かもしれないけど、どうするかな。とりあえず包囲戦やっといて敵数減らすようにやりましょうか。まあその前にこの一つ外に出てる部隊、これ倒しましょう。もう逃げてったね。これは倒します。さてトロイとの戦いどうなるか。あんまりこれのんびりやってると周りの部隊が動いてくる可能性あるんでね、例えばここの6の部隊がやってくるとか、ちょっと即座に行くかどうか。行くか、行きましょう。あー胃が痛いな。工場兵器建てられないんでね、ここね、悲しいことに。あれ工場兵器建てられないやんってことある？これパッと見包囲戦になってるんだけど、なんだろうこれ、壊されてるように見えるけど、すでに突破された後というような扱いになってるのかな。でもまだ奥の方見えるよね。いや壊れてるな、誰が壊したんだろう、すごい気になるんだけど。我々ではないんだよね。じゃあトロイの木馬の活用する機会がなかったんだけど、使えるかなと思ったけど。でこれ奥入って、まあ奥の方にも多少タワーがあるけれども、ちょっと上から見ましょうか。範囲はどうなってんだろうな、攻撃範囲書いてないね、特段。まあでもここら辺占拠しながら行くか、それは考えましょう。味方援軍後ろから来る、じゃあ援軍来てから全てやりましょうか。敵は強い兵かばかりなので、そのあたりどうなるか。だが兵数に関しては今援軍来たことによってどんどん増えている。では部隊が今ずらりと揃いましたので、ここら辺こんな感じで今部隊到着。果たしてこれで勝てるかどうか見ていきましょうか。まずは全体を前に押し上げる。徐々に行きましょう。敵の射程入らないところでこちら側の射程が入るんであれば、まずは旧兵で敵を削ってもらう。その後動くかどうかも含めて。
すでに撃ってるね。もうちょっと前行った方がいいかな。撃ててない部隊も結構いる。いや逆に向こう側が撃ってきてこちら側が撃っててないぞ。そうでもないか。いくつか撃っている。敵の騎兵とか狙いたいけど、もっと前にがっつりと行っちゃった方がいいのかな。高低差があるのかこの辺り。騎兵が今放っている。向こう側から撃ってきてる気配はない。いやーなんでこれ一部隊前行ってる。ちょっと待ってくれ、勘弁してくれ、こんなバカなことすんの。あれここら辺もなんで前行ってんだろうな。前攻撃当てに行ったつもりは全くなかったけど、投げやりとかもちょっと部隊に入ってしまっているので、そこら辺で敵に詰め寄ろうとしてしまったのかも。あ、向こうが敵の騎兵狙いたいけど、こっちも Your warriors are losing heart. 一部隊撤退。これなんで向こうが行ってる。ああそっかそっか、グループ化解けてないからか、なんかそれで変な動きになってるんだと思う。待って待って、チャリオット俺やった覚えないぞ。みんななんか荒ぶってるからか、勝手に行くんだけど。待って下がって。え、なんでここら辺動いたんだろうな。あ、なんか全部グループ化が間違ったというか、変な状況に。じゃあもうアキレウス突っ込ませましょう。敵対象を狙って、さてアキレウス前到着。ここら辺全体押し上げる。スピア隊旧兵だけでもちゃんとまたまとめ直したい。うん、ここら辺追い払ったかな敵対象。至る所から弾が飛んできてるけど、ボケットせずにある程度は突っ込んでもらいたい。うん、なんとかいけてるようには思うけど、まだまだ遊んでる部隊もいるんで突っ込ませましょう。ここら辺の前衛系でも戦っても意味ないんでね、できれば敵の騎兵とか狙っていきたい。うん、こっちが暇してるので向こうが行きましょう。できることはやっていく。アキレウスをどこに向けるか、チャリオット隊の方向けるか。うまくカーソル合わさんないぞ。合わさんない、諦めましょう。さて適当にかき混ぜてくれるだけでもいいんで、左側はまた一部隊倒した。奥はいいか、もう土兵は放っとこう。敵の土兵は、もしくは土兵部隊、それでもうちょっと前突っ込ませるか。ここら辺まで土兵部隊持ってきましょう。さてアキレウス、これ技もとっとと使うかな。向こう側か。
ここら辺全部使って。向こう側前に敵部隊いたけど、まああれはいいでしょう。なんとか対応してくれると願って。できれば奥の9兵行ってもらいたかったけど。こっち側から追いかけられてるのも尺だね。さて敵の騎兵に対してこっちの騎兵が攻撃を開始してる。ここら辺のごちゃごちゃをなんとか一個一個丁寧に外していきたい。さてどこまでいけるか。アキレウスまだどうなんだろうな。耐久ほとんど減ってないんでね、アキレウスに関して言えば。こっちが暇してるね。敵追撃かけましょう。旧兵隊はまだまだ倒しきってない。やっぱりこれアキレウスでも敵が強いからかなかなか倒せないんでね。敵の方の陛下がこれ強いからすごい、もうなんか硬いシールド持って戦ってるけど、ここら辺も奥の9兵狙ってもらう。9兵さえ倒してしまえば問題は少なくなると思う。いやここら辺全然崩れてるな。もうちょっとなんとかしてもらいたかったけど。アーチャー敵大将狙ってもらう。ここら辺ももう兵数いないからあんまり前の方出したくないけど、まあ、出さざるを得ないか。アキレウス1部隊解消させてた。ちょっと別方向今行ってもらいたいけど、行けるかどうか。こちらはもう多少崩れてるのかな。この部隊結構初期の頃から活躍してくれてるけど、一部隊追い払った。敵部隊いるね。敵大将ここら辺 2,3 部隊は倒されそう。一方これ追い詰めた後に後ろから突っ込んでもらう。騎兵系暇してるか。これ徐々に前に詰めていきましょう。これは弓かけてるか。なんかボケっとしてるんだもんな。これボケっとせんでくれ。英雄の弓はちょっと使い勝手難しいかなって気がする。どうする。向こうが助けに行くか。まあ、敵の騎兵隊に関しては後々何とでも対応できると思うので、追いかければもう攻撃できなくなるんで。向こうはさてアキレウス一人で頑張ってくれている。敵階層まで持ってった2部隊階層さらに突っ込みましょう。向こう側もこの数部隊で追い払えてるね。他の部隊多少犠牲払ってでも。
か、旧兵、前に出てる旧兵は問題なかった。左側も崩れてる、右側カートは。大丈夫か、これ遊んでない？うん、アキレウス耐久十分。他暇してそうなの、ここら辺か。今向かってるね。旧兵隊がもうほぼほぼ倒すべき倒した感じか。ここら辺なんとか敵崩した。もう一個も崩れてる。じゃあさらに堅いそうな敵行きましょう。でここら辺の部隊で敵をちょっと追いかけるかのような戦い方。さて、うん、あとわずか。旧兵隊向こう側いいかも狙わなくて、こっちが狙いましょう。僕の方にいるのは誰か追いかけたいけど、うん、あ、これは全部回想したか。いや全部ではない、だがあとわずか。いやーまさかのトロイ、あそこ壊れてた、この城壁が壊れてたのがかなり影響してると思うけど、うん、全部いったかな。というわけでこのトロイを確保することができて、あ、もしかしたらトロイの木馬をあの取った後だとああいう風になってるとか、そういう可能性はあるね。いずれにしても無事勝利となってます。ここでプリアモス倒して、これプリアモスは息子のヘクトールがこのアキレウス馬に縄かけて引き回したということがあって、その後その遺体を取り返しにアキレウスの元にね、直談判みたいな感じでわざわざやってきたんだよね。で遺体返してもらってるみたいなねエピソードあったけど、今回は自らが遺体になってしまった、うん、いくつか 1,2,3,4,5,6 部隊ぐらいは倒された。こちらも結構な精鋭だったけど、これでトロイ取ってトロイの勢力はなくなった。だがじゃあこれでクリアかと言われるとそうではなくて、左上のオブジェクトを見ると目的が出るんだけど、今この真ん中と下、この2つは達成、真ん中はいくつかの拠点を取る。ヘクター・オブ・トロイ、トロイ、パリス・オブ・トロイ、まあこれ勢力を滅ぼすだね。でパリスとヘクトールに関してはもう勝手に滅んでたので、今トロイ取って全てのこの勢力を滅ぼすことができた。またレベルが27マックスまで上がる、これも達成。あともう1個は特別な兵か、それを雇えという風になっていて、あと12分の3。でこの出現の方法がよく分からなくて、まあ、例えばこういう風に見ると、この通常の雇う時の右側にスペシャルリクルートメントというのが出るんだけど、それの発生条件が今分かってないんでね。なのでそのあたりはゲームをちょっとプレイしながらまたやっていこうかなと。で今もう一個の方、トータルウォーのビクトリーだと今100分の66、あと34拠点を取っていくという戦いもする必要があります。まあ、両方目指してやってきますが、この後はもう結果だけ発表しておしまいにしたいと思います。なんとかトロイ滅ぼして我々の勝利となってます。今回の2回目のやり直しプレイ、だいたい15時間ぐらい今の段階で、残念ながらヘクトールもパリスも出てこなかったっていうね。なので1回目負けたプレイがあってこそのこのトータルウォーサーガトロイのアキレウスの戦い楽しめたのではないかと思います。それでは引き続きクリアまでやっていきたいと思います。